鶴です。吉村です。さきらです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、本日はドライブトークでございます。 DT 青い弾丸、青い弾丸ビーズの名曲ね、はい、ちょっとテンションがね高いんですけど、はい、まあっていうのも今回はね、はい、個人の誕生日のキャンプ企画の帰り道でございます。はいはい。でちょっと高速でビーズをね聞きながら帰ってきたんで、はい、ビーズですね。あ、ビーズ、ビーズです。ビーズなんですか。あの正式な発音は、はい、あ、そうなんですか。どこからか、ね、ジェリービーンズのビーズ、ビーンズ言ってますけど、それはビーンズ、うん、ビーズ、ビーズってなんか言うけどね、はい、そうですね。ビーズが正しい。掛田くんもビーズが好きって言ってたから、はい、ちょくちょくなんか親聞いてて、うん、その影響で、まあ、本当一個アルバム聞いてたんじゃないですか。何のアルバム？赤いやつ。赤いやつ？赤いやつって何？吉村さんわかります？ベストアルバム？アルバムの赤いやつ、うん、アルバムの赤いやつ、スターズ。もうビーズファンがみんな気になってるから、うん、何の曲聴いてたかっていう、いますからね。あ、ビーズザベスト、ウルトラプレジャーズ。はいはいはい。青と赤あるやつね。あ、そうですそうです。はいはい、青と赤がある。赤を聴いてたんや、はい、何の曲が一番好き。まあ、愛の爆弾。愛の爆弾。愛の爆弾、さっきかかってたじゃん。さっき聞いて心の中で盛り上がってた。Mステスーパーライブででっかい風船客席にこうやってやって。それね、愛の爆弾ありますよ。いや、最高ですよ。全然自分出してもらってもよかったのに、さっきかかってる時に。急に歌い出したらちょっと怖い。いや、出していいよ、自分。出して、出して、そういうとこはもう。好きですね。歌いたくなるよね。まさかの愛の爆弾だったな。それぐらいの世代ですね、ちょっと。ああ。それはいつ頃聞いてたの？小学生、中学生ですね。小中学生。はい、何聞いてた他？もう、オーシャンとか、そこで。海猿の。海猿の。へぇ。オーシャン。怒られるんじゃない他はビーズ以外は、ビーズ以外は小田和正さん。ああ、そうそう、小田和正さん大好きで、ライブも行ったことない。マジ、はい、あれ、それあれじゃなかったっけ、お母さんか誰かと。あ、そうです。親と、親が大好きで、うん、その、うん、余ったから行くかって言われて、うん、行ったこと。それが初めてで、うん、もうその1回しかライブ行ったことないんで、小田和正で、うんうんうん、だけしか知らないです、ライブは。あ、その音楽のライブ。いいもの見たなって。行きたいって、なんか、行きたいアーティストさん、そもそもビーズさんとか。ビーズもちろん見たいです。うん、いや、めっちゃ、今、俺ら3人めっちゃビーズのコンサート行きたくなってる。めっちゃ行きたい。生歌で聞きたいですね、うん、本当に、うん、聞きたい。こんなテンション上がるんかっていうビーズの曲。いや、ちょっとやっぱその、はい、高速道路の感じとかもね、スピード感を乗るとやっぱ、はいはいはい、むっちゃなんかテンション上がって、息もね、はい、あの聞いて、そうそう、聞きながら行ったけど、あっという間に着いたもん、ね、あっという間でした。いや、だから本当に皆さんもなんか高速でお出かけするときは、はい、うん、ビーズのそのベストアルバム聴けばもう、いや、ぜひ一瞬でついちゃうんで、久しぶりに聴いてなんか、はい、いろいろいい思い出が出てきたりしたな。そうね、やっぱなんか、はい、なんか長い年月こうやられてるから、うん、やっぱこっちもね、はい、やっぱその時その時のなんか思い出というか、ね、そういうのが曲によってあるからね。いいな。俺だってさっき聴いてた、はい、ホーム、はい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 、ホームっていう曲も、うんうんうん、俺高3の時もめっちゃ思い出すもんな。思い出します。うん、なんかほんとあんまりろくに言えたことじゃないかもしれないけど、はいはいはい、学校サボって、はい、
なんかその同級生の家で溜まってはい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 、その時になんかそのホームが出たってなって、うん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 、そうそうそう、なんかその時の感じをなんか思い出しちゃうんだよな、はい、いやめっちゃいいわ、曲ってやっぱいいな、カップリングもカップリング不夜城のね、はい、金城武さんの、あ、はい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 、忘れない忘れないでしょういやー期間どうかな、ちょっと記憶がワイルドなんじゃな、はいはいはい、そうそう、吉見さんもだから聞いてて、うん、さっき決心されてましたよね、ええ、はい、しましたね、はい、ある決心、はい、ここで宣言してもらっていいですか、そうですね、私、はい、吉見、ミュージシャンになります。今から今から今からになります。ちょっと眉毛が全然ないの。なんでないんでしたっけ。ミュージシャンって眉毛ない。なれるよね。いや、なれますけど。でもミュージシャンかな。はい。かけはいいだけの話なんで。やっぱミュージシャン、めっちゃ楽しそうじゃない。楽しそう。なんかレコーディングとか、やってみたくない、うん、いや、わかりますよ。難しいんだと思うけど。いや、でも、まあ、吉富さんが歌詞作って、ちゃんとこう、やったら全然今、うん、今の時代はもう、頑張ったら、なんとでもなる。なんとでもなる。確かになんかその、アプリ使ってとかね。はいはい。なんか、楽器そんなにちゃんと弾けなくても、なんか、うん、ゴールに行けちゃいそうな気はするけど。しますします。聞きたいわ。吉見さんの歌。かけだくんはミュージシャンになる。結構ですね。そんなに。こっちの願望はないです。あ、こっちの願望はない。いや、俺常はね。はい。常でもそっちでしょ。そっちってなんですか。ミュージシャンの。ミュージシャンの血ですね。うん、はい。そうでしょ、はい。やってみたいでしょ。やってみたい。なんかやっぱ。あの気持ちよさそうに歌ってる声聞いたりとか、うん、なんかこう歌によってこう感情が揺さぶられるんですよ。僕曲で結構感情あの上下するんですよ。僕そうだよね。人との会話では全然感情が上がらないけど、はい、曲歌ってさ、はい、テンションむっちゃ上がるじゃん。上がります。だからダンスも好きやし、はい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 、なんかそういうもう歌で本当に僕感情が結構こう上下するんで、うん、いやもうミュー アーティストというかミュージシャンというかね、わかりました。じゃあ僕もミュージシャンになります。あります、決めました。じゃあ2人で、はい、この2人はミュージシャンになるっていう、はい、ジェリーン・ビーンズです。あ、ビーズじゃなくて、はい、ジェリーン・ビーンズか。いるんじゃない。さすがにいそうだよね。いそう。ジェリービーンズいるわ。そう、でもだから僕曲でこう上下されるんで、うん、暗い曲って絶対聴かないんですよ。そうなんだ、はい、嫌なんだ。嫌なんですよ。アゲアゲな曲をもうずっと聴いてたいと。なんかそのそのなんか普通の曲は聴きますよ。ずっと上げ上げもしんどいから、うんうん、たまに下げて普通フラットななんか、うん、それたまに暗い曲ってあるじゃないですか。その暗いって失恋だとか、あ、悲しい、悲しい、悲しさが、はい、悲しさをこう表現してる曲もあるじゃないですか、うんうんうん、僕そういうの聴かないんですよ。あ、そうなんだ。バラードの中でも別に、はい、悲しいっていうかその前向きなものならいいんだけど、はいはい、ちょっとそのとかあとアップテンポとか、うん、そのもうしっとりの曲を聴かないです。いつかのメリークリスマス。ああ、いつかの、まあ、ビーズはちょっと違うのかな。なんかたまにかかるんですよね、その普通に生活してる中で、うん、ラジオからかかってきたりとか、その道歩いててもどうか転倒から流れてきたりとか。あ、そんなあるか。えってこんな歌みたいな。何言うてんねんみたいな。はい。そう。はい。
その曲知りたいけど、まあ、あんまり言うとね、はい、常のあくまで個人的な感想ではあるから、まあまあ。そうですね。はい。まあまあまあ、ちょっと、キャンプ行きましたけども。はい。キャンプ、どれぐらいぶりっすか、吉見さん。キャンプはでも本当にこのカジサックの企画で行くぶりだから、はい、まあでもそんな半年とか1年ぐらい。あ、前回の当時。全然。当時のぶりぐらいですか。あ、でも、ヒカルさんと、ああ、そうかそうか。松丸さん、はいはいはい、あるし、うんうん、まあちょろちょろはあるけど、うん、でも自分が別に何ていうのがっつりやってる感じではないから、はい、キャンプ好きでしたっけ、吉村さんは。いや、キャンプは好きだけど、はい、なぜか行かないね。なんか重い腰が重いんだ。ああ、まあまあ確かに。別に大好きだけど。準備とかは面倒くさかったりしますからね。うん、ご飯作るのとかも楽しいけどね。うん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 、行ってみたいな。はい。いや、あの、まあ、これから、今、夏だから、これからの季節が、多分、一番いい時期ではあると思うんですけど。そうね、暑さとかもなく、はい、寒さもそんなに、まだね、うん、ないだろうし、はい。ないし、虫も減ってくる。うん、だから、これからめちゃくちゃ、キャンプの季節なんですよ。うんうん、だからぜひちょっと行ってほしい。これあの俺あの、はい、釣りは好きだから、あ、はいはいはい、釣ったやつをなんかその、はい、焼いたりとか、はいはいはい、あのすぐ釣ってすぐになんか、うんうんうん、そう、あ、川で釣ってとかやって食べるとか、はい、そういうのはやってみたいかも。やりたい。キャンいいですわ、すごく。やっぱ自然の中で、こう、ゆったり、時間を過ごすっていう。やっぱりね、あの、デジタルデトックスをどうしてもやりたくなるんですよ、その。はいはい、その、パソコンとかスマホから離れる。はい、離れる。でも、今回、むちゃくちゃ、間、編集作業してましたけど。そうね、パソコンとにらめっこしてましたけど。してましたけども。武田君はどうですか。はい、キャンプですか。うん、キャンプのご飯は好きです。キャンプ飯。あ、キャンプ飯。キャンプ、なんか本当ガツンとした肉と、あ、はい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 、塩コショウで食べる。うんうんうん、意外と普段の生活では食べないものじゃないですか。確かに、うん、シンプルだね。シンプルだね、うん、はいはい、好きだなと。今まではあんまり、今まで全く、まあ、ほんと、ちょくちょく行ってたぐらいですけど、うん、自分から率先してはいかなかったですね。それは友達とかと行くの？友達が誘ってくれて。あれ、友達って多い人なの？おかげさんは。確かに。今付き合ってる友達は、うん、まあ、多くはないですね。何人いる感じ、そのなんかよくつるむ友達、はい、つるむっていうか、うん、まあ5人じゃないですか。いや、おるじゃん、ちゃんと、うん、いますかね。いや、だけど、まあ連絡つるむの度合いにもよりますけど。5人で会ったりとかも未だにある。2と3で分かれてます。ああ、はい、はい、5人の中でもね。5人の中で、はいはい。けど、まあ3ヶ月に1回ぐらいは会ってるかな。ああ、でも定期的にやってんや。定期的。ワンシーズン一回。何の友達？高校の友達と、幼稚園から、うん、はいはい。すごい、グループですね。幼稚園って？幼稚園。あれ、地元どこやっけ？地元は、育ち埼玉だね。埼玉。ああ、はい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 、はい。高校のやつも埼玉。うん。生まれはリオデジャネイロ。独特やな。リオです。リオで生まれた。ブラジルはブラジル。岩手。あ、岩手や。そうや、そうや。あ、岩手か。そうそう出てきた。そっちの友達はあんまいなくて、埼玉は。うん、あ、でもいいね、そうやって。いや、幼稚園頃から付き合ってる友達がいいな。うん、まあ、そうですね。一人で、寂しく、うん、まあ、この年になってくると、
相当友達も少なくなってくる。減ってくるね、確かにね。もうありがたい話ではある。そうよね、うん、いや本当年食うにつれて友達は減ってくから、うん、多分おかけさんも1年後にはもう友達いなくなってる。いやいや急にやな。絶対なんかあって。暗い未来を語ってしまいましたけど。でも本当そうよ、大事にしないとね。飲みに行ったりするの？しますします。へえ、はい。かけたくんお酒飲むっけ？ですね、そんなに飲まないです。あ、そんな飲まない。そんな飲めなくなっちゃいました。昔はなんかウイスキーとか言ってたんですよ。うわ、ウイスキー美味しいと思って大学生の時は飲んでたんや。かっこいい。生きてたのかもしれない。そういう時期あるよな。そういう時期ありました。それ越しても全然飲めなくなった。もう飲めなくなった。いやー、もう僕も全く飲みに行かなくなったから、やっぱ本当酒は完全に弱くなったな。一時期めっちゃ飲んでましたけどね。沖縄が大好きで、もう毎回沖縄居酒屋行って泡盛飲んでっていう。ああ、そうなの。はい。俺もなんか、なんだろうな、コロナ禍で、うん、コロナで変わったかな、ちょっと。ああ、まあまあ。飲まんくなったかも。お店にも。確かに行かなくなりました。行く機会も減ったし。うん、家でも飲まなかったしね。はいはいはい。事務所でももうマジ飲まないですもんね。飲んではないね。最初飲んでませんでしたっけ、なんか 寝酒って言って。ああ、やってたかな。でもマジで全然一生一口も飲まなくてもいけるはいけますよ、ね。一生、うん、なんかなんだ、別に飲めば美味しいけど、はいはい、発さない。確かに体が。ああいうキャンプ行った時ってどうですか、飲みたく。僕ああいう時はちょっと飲みたくなりますね。ああ、まあわかるわかる。うん、でもほんとね、すぐ、うん、そうだね、一杯飲んでしたら落ち着いちゃうかもな。ごめんね、なんか全然盛り上がってない。いいんですよ。ドライブとかまったりがいいんですよ。ちょっとビーズのテンションで入ったから、こう、はいはいはい、ちょっと最初はこうわーってなってましたけど、まったりでいいんですけど、ドライブとか。それを求められてるんですよ、ドライブは。あんまこうわちゃわちゃとかじゃなくていいんで。なんかでもね、外出るとお酒は、はい、お酒は最初一口飲みたいなと思うけど、うんうんうん、なんかその後にね、はい、コーラとかで、はいはい、で今回もそうだけど、カルピスのペットボトルが置いてあると、はいはい、あ、ちょっと飲みたいなってなって、へー、ジュースになんか行きたくなるかな、はあはあ、ジュース飲まないよな。そう、ジュースも俺普段そんな全然飲まないんだけど、うんうん、だからなんかそこ、そういう時に飲みたくなる。あ、なるほどなるほど、そういうことか。盛り上がってまいりました。本当に。まあね、今からちょっとね、吉本本社の方にね。なんかこれ撮るときいつも本社が絡んでるね。吉本本社が。確かに前回も僕吉見さんに送ってもらって、本社に。そうそう、本社までね。ね。確かに絡んでる。武田くんは今からまた別の仕事やもんね。そうですね、別のところ。ね、大変やね。本当にあっち行ったり。木島さんもっと大変。あ、マジ。やっぱいろんなね、タレントさん抱えてるから、あっち行ってこっち行ってって背中を向けたら。尊敬してる。尊敬します。なるほどね。まあ、そんな尊敬してる木島くんの最近カチンときたこと、うん、いや、なんでそんなこと言いますね。ちょっとなんでそんなこと言いますね。おかけさんがそうカチンときたこと。そんな人いないです。
あるんだ。あるみたいになってるよ。あ、悪いですね。木島くんは優しいもんね。優しいです。じゃあ、面倒見。良さそう、面倒見。心配してくれます。しかも、あれじゃない、なんか、結構お互い気遣い合ってるやん。言うても。はい、木島さんとか優しいからさ、はい、うん、その仕事を木島さんがやっちゃうんじゃない、かけだくんと弟も。いや、そこは結構振ってくださってて。ああ、そうなんや。うん、まあ、分担制じゃないですよ、うんうんうん、これはやるっていう、うん、任せていただいてる。ああ、そのよかったね、はい。でもなんか、ね、そういう強い口調じゃなく、うん、なんか、まあ、敬語というか、はい、優しい口調でこう、言い合ってるなとは、なんかいつもやりとり見てる。いまだに敬語ですか。あ、それなんでなんやったっけ。木島さんが、うん、もうそこは徹底してるんや。徹底されて、最近のでもなんかそのコンプライアンス的なところもあるかもね。そのあるんかな。やっぱパワハラとかに割と、まあ言われがちですよね。そう言われた時に、うん、やっぱそういう風に敬語とかのやっぱ方がなんかこう言うとなんか変な距離、壁があるみたいになっちゃうのかな。吉本の人基本タメ口できますけどね。ほんと木島さんぐらいそこ徹底してるなって、うん、すごい。でもなんかそういうのあるよ最近。あ、まあまあ、うん、すごい。そのスタッフ、うちに対し、近い人たちに対しても敬語みたいな、うんうん、はいはいはい、時代の流れが、うん、そういう傾向にあるから、まあ、敬語使っとけば、まあ、まず一歩大丈夫みたいな、うんうん、あるかもしれない。まあでもそれはそれでまたね、うん、そういう距離を感じるみたいなことにもなってきたりするけど、はい、まあ、敬語の使い方ですよね。そうだね、はい。僕も吉富さんに敬語使ってるけど、うん、そんな別に距離ないじゃないですか。うん、ない。って言っても。スネはそうだね。誰に対してもなんかちょいちょいその、まあ、敬語だけど、なんかそういう柔らかさというか、はい、なんだろう、そうそうとかっていうのもあるし。はい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 、柔らかくしようとね、はい、していいのかな。雨降ってきましたね。雨めっちゃ降ってきたな。少しないな。あります？なんかおっこできそうなやつあれば渡してあげてください。紙コップ。あ、お盆。いや、足りん。お盆があるから。いや、足りん。お盆に。足りん。終わった後どうする？ひたひたに。終わった後どうするこれ。気色の悪い。はい。まあ、こうやって、ワイワイ。やってますよ。帰っております。はい。はい。ちょっと、使えるとこ使っていただいて、使えないとこは切っていただいて、はい、そのまままた今から本社に向かいますんで、はいはい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。 X のフォローもお願いします。 TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。